皆さんこんにちは、ひろげです。はい、今回の動画はタイトルの通りなんですけど、令和4年の2級建築士の学科試験を受けてきました。僕は過去に2回も2級建築士の学科試験で落ちてるんですけど、もう今年こそは絶対に受かりたいと思ってめちゃくちゃ勉強しました。で、結果的に言うと今年の2級建築士の学科試験に合格しました。やったー、もうめちゃくちゃ嬉しいです。あの回答速攻を見た瞬間にもう手が震えました。はい、本当にめちゃくちゃ嬉しいです。ちなみにこちらが今回の2級建築士の点数です。まず計画が18点で、前回が20点だったので2点減りました。まあ、これにはちゃんと訳があって、今回の計画の問題の中で新しい問題とか訳のわからない問題があったので、僕的にはちょっと難しかったかなって思います。そして続いて法規は前回17、8点だったんですけど、今回は15点でした。あの、まあ簡単に言えばちょっとボンミスしちゃって15点になりました。そして続いては構造。あの、ちなみに僕去年構造で1点足らずで落ちたんですけど、なんと18点取りました。あの、実は試験終わった後に構造あんま自信なかったんですけど、まさかこれだけ取れるとは思ってませんでした。そして最後の施工なんですけど、施工についてはまあ16点取れたので、まあいいとしましょう。で、合計点数はなんと77点です。前回合計点数が64点だったので、なんと13点も上がりました。あの、個人的には80点取りたかったんですけど、まあ受かればいいでしょう。はい、ここまで来れたのも僕を支えてくださった皆様のおかげです。今一度お礼を言わせてください。ありがとうございます。というわけで、僕は今は製図試験に向けて勉強してるんですけど、今年の製図の問題が結構難しいので、僕は製図自体が結構好きなので勉強しまくって絶対に合格したいと思います。製図試験が9月にありますので、製図試験に向けて頑張りたいと思います。あと、それと実はもう一つ皆さんに言わなければいけないことがあって、私ひろげ会社辞めました。これについてはまた動画で話したいと思います。あ、それと変形合体レゴロボコンの動画なんですけど、あれは7月中に公開します。一応撮影は終わって、あとは編集なんですけど、ちょっといろいろあって編集できなかったので7月中には公開します。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。